政府は今日総理大臣官邸で宇宙開発利用に関する検討会議を開き、宇宙政策を担当する鶴穂科学技術担当大臣は次のように述べました。宇宙システムの強靭化やシステム全体の安定化強化について対策を講じていくことは政府として喫緊の課題だと考えます。関係府省が一体となって我が国の宇宙システムの強靭化が促進されることを期待しております。 そして現在稼働しているおよそ50機の人工衛星の安定的な運用に向け使い終わった衛星などの宇宙ごみとの衝突や他国による電波妨害など衛星を取り巻く脅威や危険にどのように対処するかを検討するため外務省や防衛省など関係府省庁による新たな連絡会議を発足させることを決めました。続いて連絡会会議の初会合が開かれ今後 脅威や危険に関する情報を共有し対応策のほか故障した際の代替手段などを検討していくことを確認しました。